任期満了に伴う吉野町長選挙が今日告示され、新人と現職の2人が立候補しました立候補したのは、届け出順に、無所属の新人で元町職員の山本智康さん46歳、無所属の現職で2回目の当選を目指す中井秋元さん55歳の2人です。 老朽化が課題となっている町役場のあり方や小学校跡地の利活用、地域経済の活性化などが争点となりそうです町民の皆さんを主役とした町づくりを進めたい古い政治の脱却を考えて今この場に立っております住民の皆さんの手にしがらみのない調整を 取り戻したいと考えておりますいつまでも吉野で進み続ける、そんな町にしていかなければならない、この旧吉野小学校跡地を民間活力の導入、近鉄との連携、さまざまな連携を通して、しっかりとした未来につなげる場所にしていきたい、それが2期目のにぎわい拠点の構築であります。 吉野町長選挙の投票は、今月28日に行われ、即日開票されます。